授業の時間だ。行くよ。旦那、なんか食うものくれねえかい。見ての通り怪我しちまって、もう体が持たねえ。見せてみろ。傷口が腐ってきている。薬を塗らないと死ぬぞ。なんだって？旦那、もしかして薬師ってやつかい？そうだな。助かった。金なら出す。この傷治してくれませんかい？その前に一つ聞きたい。ああ、何でも聞いてくれよ。悪いが、この仕事断らせてもらう。救う価値のない男だ。待ってくれ。なあ、頼む。俺、このままだと。おいおいおい、見てたぜ。あんた薬師なんだろう。患者を見捨てる薬師がいるかよ。なんだね、君は。アーペンテンだ。これでも薬師やって旅してる。同業者か。私は患者を選ぶ立場。あ？何言ってんだ、おっさん。救うに値しない命はあるということさ。冷静、薬師め。あんたも薬師なのか。おう、任せな。俺は誰も見捨てたりしねえからよ。すまねえ。あんたついてるぜ。ほらよ、とりあえずは大丈夫だ。だがまだ油断はできねえぞ。安静にしてねえとな。さあ、肩貸しな。ああ、助かった。なんてお人だ。アーフェンでいいぜ。すまねえ。まあまあ。
ったく。よっしゃ。ああ、へへ。ん？よし。アーフェン。あら？見せてくれ。なあ。いえ。くそ。失礼する。ん？君か。ああ。ほう。礼には及ばん。私はオーゲン。よっしゃ。アーフェン君。
ありがとな。ありがとな。ありがとう。ありがとな。よし。ありがとう。へへ。ん？なあ。うん？なんてこった。こっちだって忙しいんだ。まさかあの悪人を救う気ではあるまいな。悪人だと？気づいてたのかよ、あいつのことを。ああ、あの男は農夫と名乗ったが、そうは見えなかった。本人の傷とは違う血が服についていたからな。それに素性を聞いたとき目が泳いだ。傷が悪化するまで隠れていたのは追ってから逃げていたからだ。だからって、泥棒だからって見捨てたのかよ。言ったろ、救うべき命とそうでないものがあると。そんなわけねえ。目の前にいるならどんなやつだって救ってやる。それが薬師ってもんだろ。違うかよ。君の薬を見せてくれないか。あ、なんだよ急に。君がどんな薬を作るのか
興味が湧いて。いいぜ、ほらよ。拙い迷いのない良い薬だ。だがアーフェン、あの男を救う気ならはっきり言っておく。やめておけ。んだと？自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味。悪人の命ならなおさら。ミエルはどうしてるかな。よう。なあ、どれ。まさか。なあ、ああ、そうかい。うん。よし。自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味を。悪人の命なら、なおさらな。ああ。へえ。おい。くそ。あ？はあ、なあ、おう。ああ、いいか、
よっしゃ。悪いな。うん？アーフェン。なんてこった。そんな。よし。畜生。